元勇者レオデモンハート、1対1で魔王エキドナを打ち倒した実績あり、即戦力として活躍可能。未だ仮採用の身ではあるが、愚かな人間どもを本気で滅ぼすべく、本日付をもって魔王軍から脱退させてもらう。まずは賢者の石を使い、人間界と同じ暖かな太陽を、豊かな緑と綺麗な空気と水を魔界にもたらすのだ。ベリアルが攻めてきた時に作られた生体兵器、デモンハートシリーズ、その5号機が俺。デモンハートシリーズの心臓、無限エネルギー機関アカシックエンジン、それが賢者の石の正体だ。我が死ぬのは別に良い。覚悟をして魔界を出てきた。だが他の者まで巻き込むわけにはいかない。賢者の石が欲しければ、世界を守りたいならば、俺を止めてみせろ勇者ども。覚えてる、ナルゴに行った時レオ兄ちゃんいろんなこと教えてくれたでしょ。気候を心から尊敬し、かけがえのない友人だと思っていた。後先を考えたんだろ、残された連中のことを考えてたんだろ。私たちを裏切らないと、そうあなたは言ったじゃないですか。俺の仕事は世界を守ることだ。そのために生きてきた。今になって思う、この時はまだ勇者と魔王の関係だったなって。